どうもー、ふーじたですからの藤川よろしくお願いしまーす。はい、ということでね、今回は、おさめさんが用意した新企画ということでね、まあ僕の得意なゲームをいきなり言われて、いきなりやってどうなるかみたいな、どうなろうとも一発勝負であるという、ファーストテイク、まず数マリということが書いてあるんで、とりあえずじゃあやってみますか。はい、それではいきます。これで入っちゃいます。まあちょっと仮面つっかかりましたが、まあまあまあ、はい、流れ目できましたと。ここ意外と怖いですからね、ここね、これ。あの VS とね比べるとあそこにクリボが出ないとかあるんでね、ちょっと今最近 VS ばっかりやってるんで、そこね心配っちゃ心配ですよね。流れてますね、完全にね、完全に流れ取ります。いっいっ、じゃあそろそろ行きますか。じゃあそろそろ行きますね。じゃあ、はい、シュコントローラー問題なかったです、さっき言って。はい、うん、大丈夫だね、完全にね。はい、いいっすか。じゃあそろそろ、まあやっぱスタートっていう人がいないとちょっとねこうなりますわね、普通に考えてね。コントローラー大丈夫です、本当に大丈夫ですよ。はい、それでは行きますね。コントローラー大丈夫だったんで行きます。よし、入っちゃいます、とりあえず。まあ、うまいですね。まあ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 まここもね、あのダイレクト豆の木、あのリフトからこのリフトの大きさがね VS と違うんで、これはそしてここが真ん中に入ってこないと危ないってことですね。上、ちょっとね今あのやっぱこの大きいとやりづらい、これいけんのかな。おお、いった、リカバーしたね完全にね。うい、いけつい、よい、まあダイレクト豆の木決まりましたね。一回スカってるけど、まあ決まりました完全に。よい、流れを行ってます。よい、で、で、いいと決まりましたね。ツンツンツンってやつですね。こうバックスピンやるとちょっと結構なロスになるんですね。はい、頂点越え、
危ない、ちょっとやばなかった今の。変なタイミングでした。うい、今の危ないよ、本当は。頂点越え、頂点越えからの真ん中。真ん中に連続踏みするとやばくなるんだよ。今の一番いいタイミングなのよ。はい、流れ減ってます。よし。よし、スターは出しますが、取りません。まあ、なぜなら、スターですからね、私。なんて言ってますけどね。危ない危ない危ない、ちょっとやばないって今の。次危ないっていうのに。この辺までなんかね、来るんだよね。微妙なラインで。違う風になるから。流れてますけどね。完全に流れてますね。流れましたと。決まりました。そして、八の日は鬼登りですね。必殺鬼登りですね。二段目のところがトントントンっていくやつですね。パタに当たる可能性も高いんで。はい、この場合のパタっていうのはパタパタですね。はい。はい。うわぁ、ちょっと低かったけど決まったね、完全にね。あのパタね、見ましたからね、最近ね。紅白の話ですけど。はい。砲台渡りね。ヒギ、砲台渡り。この怖いんだよね、この感じ。うまかったっすね、今ね。今のさばき、うまかった。パタさばき。決まりました。で、八野さんね、ここがやっぱね、基礎の基礎が一番怖いんですよ、やっぱり本当に。八野さんってもう、初心者だろうが何だろうがむずいじゃないですか。上級者になってもやっぱ難しいんですよね。もう今日、基礎の基礎も怖いっていうことを何度も言います。東進ハイスクールの人もって言ってますけどね。挑戦これ。おっと、これまで行けなくはないんだけどね、あまりにも危ないんでね、ちょっとね、これ。待ち。でも、ここもね、一気に。ジャンプでいけるんですけどね、ちょっと今引っかかったってやつですね。ここは上から行きたい。ハンマーの当たり判定大きいね、一応ジャンプしとくと。ここで調整してんだよ、結構。すごい調整してる。ちょうどいいタイミングでジャンプしてる。変なジャンプも来るからね。危ない危ない。よし、決まりました。し。これ右押しっぱなしにしてるんでね。ジャンプのタイミング間違えると落ちます。右押しっぱで行ってます。右押しっぱ行ってるよ。危ねえ、ブーンってなった今、アップな。本当落ちる可能性あるんだよ、マジで。真ん中を踏むと。真ん中踏んで連続踏みになると危なかったよね。よし、バックスピン決まりましたね、完全にね。これはスーパーマリオ芸人の時、どうしてあんなミスったんだっていうぐらいなことになりましたけどね、あれね。危ない危ない。ここ危ないんだよ、この返しの時に、フックに当たる可能性があるんだよね。そしてここ、ここじゃないんだ。この次か。この出たところ。まあ、ここはね、別に、ある程度適当にやってもいい。ブレイクタイムみたいなことなんでね。ちょっと置きに行くじゃないか、下から行っちゃう。ゲストは下に来ないみたいな。最後のとこ、ここがね、ハンマーブロスとバブルね、この2ヒットの、もうタイミング一本勝負だから、右押しっぱからのジャンプ。そして、これ下くぐるように行って、うおっと今行けなかった。前進してはいけたんだけどね。うい、決まりましたー。一発勝負で決まりました。完璧に決まりましたね、これはね、本当に。いや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 、まあ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 、スーマリー1なんでね、まあ当たり前っちゃ当たり前、いつも一発やってますからね、本当にね。ということで一発で決まりましたが、いかがだったでしょうか。次はね、スーマリー2、3行く、まあでもね、 VS 行ってもいいけどね、別にね。まあ何行くのかな、という感じでしたけどね。まあ、アトランティスの、まあ、なんか、謎を解いてからのコースとかでもいい。一発勝負だと結構きつい可能性もあるよね。あと、まあ、マイティボンジャックとか、ボンジャックとか、まあ、いろんなのがあるんでね。まあ、おいおいね。まあ、これは、やんないと忘れてくんでね。いくら上手かったゲームでもね。なんで、いきなりパッと行くのもなかなかむずいっちゃむずいんですけどね。まあ、ということで、一発勝負、ファーストテイクスーマリ、良かったんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、次の回もファーストテイクアトランティスか、ファーストテイクマイティボンジャックか、まあ、なんでもできることはできるんですけど、調整にね、時間かかったりするんでね、なかなかどうなっていくのか、なんて言ってますけどね。ということで、次の回もファーストテイクファミコン、あ、ファミコンとは限らないのか、ファーストテイク勝負、次の回も一生懸命練習して一生懸命プレイしたいと思います。ふり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 ふ